そんなコンポスト容器とぼかし容器を実際に使用している大分市の三笘さんのお宅を訪ねてみました。三笘です。今回よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。畑はこちらですか？はい。わあ、すごい素敵な畑。こちらがコンポストです。これがコンポストですね。はい。いくつかありますけど、中どうなってるんですか？一番向こうは今空になっております。あ、本当だ。そこはないんですね。はい、土から微生物が上がってゴミを分解してくれます。なるほど。今入れてる状態はこちらです。お、毎日落ち葉、雑草、それから野菜のくずなどをここに入れます。へえ、毎日の生ゴミや落ち葉などがここに入って、そしてさらに進むとどうなるんですか？はい、これを土で蓋をしますので、このような形になります。あ、本当だ。これで今2ヶ月から3ヶ月ぐらい時間が経ったところですね。もう少ししたら出来上がるんですね。はいはい。3、4ヶ月から5、6ヶ月するとこのようになりまして、完熟堆肥になります。ほとんど匂いもしなくなります。実際に使ってみてどうですか？コンポストは容量が130リットルありますので、一つについて30キロから40キロぐらいの堆肥ができます。すごくたくさんできるんですね。はい。こちらがぼかし容器です。今こちらの容器は毎日台所の生ごみを投入しているところです。で、空気を遮断することが微生物の働きに良い効果が出ますので、紙を貼っておきました。生ごみを入れます。生ごみが入って、はい、ぼかしをここにかけるわけです。あ、それがぼかしっていうんですね。そうですね。生ごみを分解する微生物がこの中にたくさん入っていると言われています。いっぱいになりましたら熟成します。あ、なるほど。はい、こちら側が熟成中の容器です。あ、本当だ。かなり堆肥に近づいていると思います。1ヶ月半ぐらい経った状況がここになります。完成まではどれぐらいかかるんですか？まあ、2ヶ月ぐらいですけれども、途中からですね、液体が出てきます。このようにぼかし液肥というものができます。で、このぼかし液肥は一番下のコックから抜くわけですけれども、十分に抜いてやる方が分解がスムーズにいって腐敗しにくいというふうに言われています。できれば 1,2 週間に1回は抜いてやる方が良いと思います。これも500倍から1000倍ぐらいに水で薄めまして畑に撒くことができます。アミノ酸などが豊富に含まれていますので、野菜にはとっても良いというふうに言われています。作った堆肥っていうのはどういうふうに利用されてるんですか？もうここの畑にですね、全部入れておりますので、野菜がよくできているというふうに思っております。ご家庭のゴミも減ったんじゃないですか？そうですね。家庭から出るゴミは毎回5リットルぐらいになったというふうに家内が言っております。最近では生ゴミの処理が楽しくなりました。生ゴミに感謝をしております。